こんにちは、リカリコです。はい、今回は今韓国で大人気のタルゴナコーヒーっていうものをちょっと気になったので作ってみようと思います。それではレッツクッキーまずボウルにインスタントコーヒーを大さじに入れるみたいです。これはパパとママが飲んでるやつ、勝手に使っちゃおう。そしたら砂糖も大さじ2。あ、ちなみにこれは2人分の量で作ってます。そしたら水を大さじ2。あ、そしたらこれで泡立て器でめちゃめちゃよく混ぜます。400回ぐらい混ぜるのあかんねんて。ちゃんと漏れるかな。結構いい感じに泡立ちました。そしたらこれをね入れていきます。ドパすごい、おー、すごい。すごい。めっちゃいい感じやん。カフェやん。カフェやん。すごい。はい。完成。いただきます。カフェオレや。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。この上の泡もうちょっと苦いかなと思ったけど、下の牛乳と合わさってめちゃくちゃ美味しいです。カフェオレって感じ。完全にカフェオレ。この泡が残ってるので追加牛乳したい。はい、というわけで今回はタルゴナコーヒーを作って飲んでいました。泡だけ食べるとリコはちょっと大人の味やなっていう感じやったんやけど、透明なグラスでやるとよりこうおしゃれになってカフェみたいな感じになるので、今多分皆さんお家にいる方が多いと思うので、ちょっとでもね楽しいというか楽しいカフェ気分を味わえるのでぜひ作ってみてください。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。